第3位から見てみましょう。世界番付オープン、はい、第3位メキシコ2819カ所、第2位ブラジル4072カ所、そして第1位アメリカ15079カ所。人だけじゃないからね、荷物も、荷物も、そして日本の順位はこちら、はい、日本176箇所ですね。そして最下位はこちら、バルバドス、ツバル他で1箇所。世界にはまだまだ知らない驚くべき空港が。そこで世界のびっくり空港をご紹介、大絶叫スリル満点な空港。フランス領セントバーツ島にあるセントバーツ空港、海沿いで周りが山に囲まれた地形に作られているため風向きが変わりやすく、空港としては最悪の条件。そこにやってきたプロフラッグ、するとものすごい角度で急降下。さらに斜面ギリギリを飛んで滑走路へ。なんて危ないパイロットなんだ。一体なぜこんなにも危険な着陸をしなければならないのか。なんとこの空港、滑走路が650メートルと世界でもかなり短く、手前の斜面ギリギリに急降下しなければ滑走路の先にある海に突っ込んでしまうのだ。そのため空港規定の訓練を受けたパイロットしかこの空港の離着陸を許可されていない。彼らの腕を信じて祈るしかない。怖いわ。ド迫力スレスレの空港、オランダ領セントマーティン島にあるプリンセスジュリアナ空港。ここはある理由で観光客が集まるようになった空港。それが、そう、ここは飛行機がビーチスレスレで着陸する空港。滑走路が大型旅客機の必要最低限の長さしかないため、手前のビーチスレスレで着陸しなければならない。この迫力を体感しに世界中から観光客が集まってくるのだ。さらに観光客のお目当てはこれだけじゃない。それは離陸する際にジェットエンジンが起こす爆風。想像以上の風におじさんもお手上げ。空港側は危険と警告しているものの、観光客が後を絶たない。消えた？大事なものがない空港。スコットランドの離島にあるバラ空港。この空港にはよく見ると必ずあるはずの滑走路が見当たらない。そう、なんとこのバラ空港、世界でも超珍しい砂浜が滑走路になっている空港。滑走路として使用しているのが空港前に広がる遠浅の砂浜。一応3本の滑走路が想定されているものの、実際にラインが引いてあるわけではないため、パイロットの経験と勘だけが頼りとんだ。この島の人々にとっては生活物資を運搬する大切な交通手段となっているため、重要な空港になっているのだ。超接近、パイロットも緊張する空港。アメリカにあるサンフランシスコ空港。ここはアメリカでも有数の国際空港。しかしそんな大型空港だからこそ起こってしまうパイロットたちが緊張する理由、それが、なんと着陸する飛行機同士の距離がとにかく近い。世界でも極めて珍しい現象が起こる空港。
その距離はわずか飛行機1機分しかないが、この空港では当たり前の光景。これは1日およそ1080便という発着数の多さがこんなにも超接近した着陸を起こす原因。あまりに飛行機が接近するため、機内アナウンスでは、すぐ横に飛行機が接近しますが安全上問題ありませんのでご安心くださいと乗客に不安を与えないようにしている。恐怖最も危険。最後はネパールにあるヒマラヤの玄関口、天神ヒラリー空港。標高2840メートルの山あいに切り開かれた小さな空港。そのため滑走路が十分に確保できず、527メートルという世界でも有数の短さを誇る。距離が短い分スピードがつくよう滑走路が下り坂になっているのだが、滑走路の先はなんと崖。なんとこの空港は1回で離陸を成功させないと谷底に落ちるしかない恐怖の空港なのだ。もちろん着陸だって迫力満点。崖に突っ込むような恐怖感が乗客を襲う。最近では2008年にも着陸に失敗した事故が発生。パイロットたちも手に汗握る最も危険な空港となっているのだ。以上、世界のびっくり空港でした。